この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃんかわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ？キヨちゃん、なんならそいつはお客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんたどっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎になんの用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう？気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわい。うちの島に来る怪しいよそもんを監視しとる。おう、東京もん、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかはわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩売んのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間、ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったる。ぶち殺したるぞ。この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ねえ。なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てや、こら。わしは広瀬一家の頭じゃ。今度あったらただじゃ済まんど。さっさと東京にいねえ。ああ、あ、お客さん大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい。力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情。今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった。ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの、飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるからしばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな。ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらう。お待ちしてます。シート、あんた、キリュウさんか。うん？キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ、桐生だ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた、何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ？取り入った？はよついてこいや。アパートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。しゃけど、青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。南雲じゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしと南雲とでキヨちゃんを取り合うとった。そのキヨちゃんはわしらに愛想をつかして東京に出てってしもうたがなもの。あのママは東京にいたのか？ママが出戻ってきてから青春よ再びじゃ。じゃあなぐもんバカたりゃ極道なんぞなりよって。ガキンこらわしにどつき回されとったんで、大して強なかったくせに生きがるよって。のうあんた、キヨちゃんに優しゅうされたちゅうてええ気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。俺、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での、漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中って名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカタレも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭ちゅうとるが 5,6 人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の後じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそもんが長居する町じゃないだわ。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。だろ、ハルト。おしょんべんか。よーしまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと、そう何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか。しまったな。確かミルクはもう。あれ、キリさん、飯野君のアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまた飯野に連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない、店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな、ハルト。桐生さん、飯野君からの伝言。この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。分かった、少し探してみる。すまない。ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんた。そがんなとこでやめてや。なんならでかい声出すなや、細工がやかましいんじゃ。お邪魔すんな、ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれや。人んちの前でなんすんよ。はよあっち行きんさいや。くそラジがかね。すまない、この子を少し頼む。ちょっとおい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺してやるぞ。おら、おらもうなんなんよ、あんたら人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない、実はこの店に赤ん坊がいるって聞いてミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。分かった、ええよ、ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ。ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みて分かったよ。ありがとう、とにかく助かった。ええけ、はよ帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ、ハルト、ほらミルクだぞ。待たせて悪かったな。おい、なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。清美です、スナック清美の。ああ、空いてる、入ってくれ。ああ、やっぱりちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん、マジかよ。大変でしたね、桐生さん。あんたわざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あっ、そろそろお店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで、明日またハルト君のパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。ここらうろつっとってんが悪い。南雲か。何か用か。冷たいのう。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。ならはよ東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだり。誰が文句言おうが知らんわい。おう雄太、踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲドウが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの桐生。じゃがのう、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。あ、噂をすればってやつだ。ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？桐生さん、野球できます？まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらにはゆうべから世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか？球場まで案内するけど、私まだ支度があるから先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。さん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど、なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おお、桐生さん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。飯野くん、あんまり桐生さんに恩着せがましくしないでよ。なんなら清ちゃん、分かっとるよ。じゃけど本人が言うとるんじゃけ。清ちゃんもそがにこいつの肩持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいのー。おいじゃ、桐生さんはライトの8番じゃ。じゃけどあんまり頑張りすぎんでえわ。わしら気軽に楽しい野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、桐生さん。面白いもんじゃのう。よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭え町だな、ここは。清ちゃん、あんたなんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあキヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが、そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな南雲。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊るもええ気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ。今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。おう今日の試合は荒れそうじゃのう。あんた、前に南雲となんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それよりあいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。あとのメンバーは仇じゃげ。それにな、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした。はようかかってこんか。いいのこれ乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキン頃だけか。おう踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッターあの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったらあの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫桐生さん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？ようやく本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろうが。見とれよ腐れけどが。死ねー。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。おいおい、まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。すごい。マジか、あのおっさん。試合終了だ、南雲。踊れ。こんかばちたれが勝手に終わらすな。お疲れさん。後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、ええんじゃ、桐生さんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、腕っぷしじゃの。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカたれにゃええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのは南雲くん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止にするかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。南雲にはもういっぱいも酒飲ませたらいけんよ。ところでいいのくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。桐生さん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、分かった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、桐生さん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、分かってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手かかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当にハルカがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけでそんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうならハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。桐生さん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。ん？一汗かいてお腹すいたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、分かった。じゃあまた後で。いらっしゃい。どうぞ。ああ。なあ、ママ。はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか？まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ。ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や桐生。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんです？わしゃ舛添組じゃ。南雲の面倒見とりますがの。わしは組長の舛添いうもんですが。ちいとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはね。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう。じゃったら構わんが、後で吠えづらかからんこっちゃ。キヨちゃん、すまん。えなるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店でみかじめとらんのもうなずけるのう、南雲。じゃが広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。松瀬の親分、わしゃの陽明連合会直系に名を連ねる舛添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促すらいかんのんか。踊れらがきっちりみかじめとらんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ、もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えますよ。ママ、いいの、よその人は構わないで。この町の問題なんだから。ええんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったらわしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃなくもう。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、舛添の親分、わしらにはわしらのやり方がありますき、この町の仕切りは広瀬一家に任せてつかさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか、そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。邪魔したのう。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。なぐも、はよ来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。とるか、踊れの今の格好のジェットスキー言うんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れにようお似合いじゃ。おれ舛添の親分、南雲、なんならお前さっきスナックにおったやつじゃの。桐生、わざわざ小川な場所までわしらを追うてきたんか。我なぐものなんじゃ。おう、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間引っ込んどるや、桐生。極道の世界に組みつこうな、バカだれ。極道だろうがなんだろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんだな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんかおさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったらこうてやってもええがの。命の報酬はせんど。喧嘩売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃキリ。まっすぐ組相手にそがな真似してただじゃ済まんと。お前が俺の心配をするのか。バカだれ。誰が我のことなんか。じゃがの我が殺されたりしたらのキヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。行くぞ。ほいじゃが相手は舛添組の極道が5人もおったんで。わりゃなんちゅう男じゃ。立てるか南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃかっこつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ。完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしゃ決めたわ。決めた？桐生の兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おいちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい話せ。いえ、話さんですね。桐生の兄貴、わしらこれから兄弟ですけ。杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼みます兄貴。兄貴頼みます。わしゃ兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ兄貴。